パットナム軍はアメリカ合衆国テネシー州の中央部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は72,321人であり、2000年の62,315人から16.1%増加した。1990年から2000年までの10年間でも21%増加していた。軍庁所在地はクックビル市であり、同軍で、 人口最大の都市でもある。パットナム軍は、クックビル小都市圏に属している。パットナム軍は1842年に最初に、設立された時に意見だと宣言され、1854年2月11日、修正を加えたリチャード・フィールディング・クックの法案が、テネシー州議会を通り、正式に設立された。軍名は、アメリカ独立戦争のイスラエル・パットナム将軍に、 ちなんで名付けられたパットナム軍はフレンチ・インディアン戦争の英雄であり、アメリカ独立戦争では将軍だったイズラエル・パットナム将軍にちなんで名付けられた。パットナム軍が最初に作られたのは1842年2月2日のことであり、第24期テネシー州議会でジャクソン軍、オーバートン軍、ホワイト軍の一部を合わせてパットナム軍を設立する法案が成立した。 この方で、新軍の測量を監督するために、すべてジャクソン軍出身のアイザック・バック、バートン・マーチバンクス、ヘンリー・エル・マクダニエル、ローソン・クラーク、カーテリー、リチャード・カイ・クック、HD ・マーチバンクス、クレーブン・マドックス、エリ・ジャコンが指名された。測量はやはり、ジャクソン軍出身のマウンス・ゴアによって行われ、議会は、軍の中心近くに、 モンティーチェロと呼ぶことになる軍庁所在地を置くことを指示した。しかし、オーバートン軍とジャクソン軍は、パットナム軍の面積が憲法に定める加減以下だったので、その設立は違法であることを主張し、継続中だった測量の差し止め命令を確保した。パットナム軍の役人は、この不服申し立てに回答することができず、1845年3月、 リビングストンの公平法裁判所で、ハンジ・ブロムフィールド、エルリドリーが、パットナム軍の移転状態と、それゆえに解消されるべきと判断した。1854年、ジャクソン軍選出の、会員議員ヘンダーソン・ M クレメンツが、新しく測量された結果により、パットナム軍は新設するだけの面積があることをその、同僚に納得させ、パットナム軍は再度設立された。 現在のオールグッドに近いホワイトプレーンズが暫定的軍長所在地に指定された。この方では軍長所在地をクックビルと命名することも決めていた。これはテネシー州上院議員を1851年から1854年まで務め、ジャクソン軍、フェントレス軍、メイコン軍、オーバートン軍、ホワイト軍のそれぞれ代表を務めたリチャード・カイ・クックにちなむ命名だった。また、 ホワイト軍のジョシュア・アール・ストーンとグリーン・ベイカー、オーバートン軍のウィリアム・デイビスと、イザイア・ウォートン、ジャクソン軍のジョン・ブラウンとオースティン・モーガン、リカーブ軍のウィリアム・ビー・ストークスとバード・エスリー、スミス軍のベンジャミン・エー・ベーデント・ネイサン・ウォードが、コナーの測量結果を審査し、軍中心から2.5マイル以内に、軍庁舎の場所を選定することを認めていた。最初の軍政委員会でその場所として、当時は、 チャールズ・クックが所有していた丘の上の土地を選んだ。パットナム群馬には重要な小石の鉱山があった。小石は弾薬の使用成分であり、洞窟の土を越すことで得られた。カーフキラーバレーにあるカーフキラー小石洞窟が主たる採掘場であり、やはりカーフキラーバレーにあるジョンソン洞窟でも採掘された。どちらの洞窟にも採掘が行われた痕跡を残している。 軍内の他の洞窟でも小規模な採掘が行われていた。中部テネシーで最も多く小石が採掘されたのは、米戦争と南北戦争の時だった。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は403平方マイルであり、このうち陸地401平方マイル、水域は2平方マイルで、水域率は0.37%である。 パットナム群は広大なカンバーランド川流域に入っている。軍南部はケニー・フォークの支流で排水され、北東部は OB 川、北中部と北西部はコーデル・ハルコに排水される。ホーリング・ウーター川とカーフ・キラー川というケニー・フォークの2支流の水源は軍東部のモンテレー近くにある。人口ピラミッド以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。 テネシー工科大学、フーパーエブレンセンターパットナム軍最大の町である。クックビルには、テネシー工科大学があり、工学部、教育学部、経営学部があり、田園部医療の中心になっている。この大学で最大のカレッジは、カレッジオブアーツサイエンスである。学生数は1万1800人であり、軍人口の3分の1を占めている。パットナム軍教育学は、 軍全体にある18の学校で1万1000人の児童生徒を受け入れている。学校は全て認証済みである。最大の学校であるクックビル高校は州内の大都市圏にない学校として最大であり、国際場がロレア家庭のある8高校の一つである。トム・ウェイツが1975年のアルバムナイト・ホークス・アット・ザ・ディナーでパットナム軍での生活を歌っている。 ありがとうございます。